ジューフレノトレイトエイラマンテイアでジアヤメイトリアキャトルディメンションズにある挿絵モーリス・プランセがこの本をピカソに送りピカソが影響を受けたと考えられている四次元空間という概念がもたらす新たな可能性は20世紀前半の多くのモダンアーティストたちにインスピレーションを与えた原始的キュビスト、シュルレアリスト、未来派、そして抽象画からは 高次元数学から着想を得、それを取り入れることで、革新的な作品を生み出したのである。フランスの数学者、モーリス・プランセは、ル・マシュマティション・ジュ・キュビズムとして知られていた。パブロ・ピカソ、業ョーム・アポリネール、マックス・ジャコブ、ジャンメッツ・アンジェ、そしてマルセル・デューシャンを含むアバンギャルドの集団である、エコール・ド・パリにおいて、プランセは、20世紀初頭の10年間に、 アンリポ・ポアンカレの作品を、また、選択戦のキュビスムの画からに、四次元の概念を、それぞれ紹介したことについて、評価されている。プランセは、ピカソを、数学者、エスプリット・ジュー・フレの、トレイト・エイラマンテイアでジアをまとり、エイキャトル・ディメンションズにおいて紹介した。ピカソの、ダニエル・ヘンリー・カーン・ワイラーの肖像は、このような多面体の成形に数月を投じた画からに、とって、 重要な作品であった。この絵は、ジューフレットの作品との類似点を生み出し、また、アビニオンの娘たちに代表される原始的、キュビスム画からのフォービスムから明確に離れ、より考え抜かれた空間と形状の分析への動きを見せるものであった。原始的キュビスムの画家であるマックス・ウェーバーは、カメラワーク誌のアルフレッドスティーグリッツの1910年7月の課題として、 プラスチックの観点から見る四次元と題する記事を執筆した。この記事ではエーバーは、プラスチックアートにおいては、私が確信するところによれば、あらゆる方向への空間の圧倒的な意識感覚として表現されうる四次元が存在し、これは三つの基地の測定値を通して、その存在に至らされたものであると言及した。エコールドパリにおける他の影響は、 ジャンメッツ・サンジェとアルベール・グレーズの両画家と理論家によるものであった。キュビズムを主題に書かれた最初の主要な論文は1912年の教著ドゥ・キュービズムであり、次のような記述が見られる。もし、私たちが空間をキュビズムの画からをもって、非科学と関連させたいと願うならば、私たちはそれをユークリットの数学者らに測らねばならない。すなわち、 私たちは多くの長さ、ベルンハルトリーマンの理論について確かにもっと学ぶ必要があるということだ。アメリカのモダン画家であり、かつ写真家であったモートン・シャンバーグは1910年にウォルター・パック宛てに2通の手紙を書き、そのうちアバンギャルドの作品に対する4次元の影響について述べられた一部はフィラデルフィア・インクアヤラー氏の アーモリー賞のレビューの一部において刊行された。これはアーティストが空間の表現や表現と空間のデザインを区別する形式の調和的な使用をいかにして採用しているのかを述べたものである。もしも私たちが未だ三次元にデザインをさらに加えるのであれば重量についての考察、圧力、抵抗、運動といったものは動きとは区別され四次元においてデザインと 適法的に呼ばれ得るもの、あるいは任意に量と呼ばれ得るものの調和的利用にに到達することだろう。セザンヌのような男の巧みな政策を高く評価し得るのはこの一点においてのみである、幾何学的な単純化と工学現象についてのセザンヌの探求は、キュビズムのアーティストらを同一物体を同時に複雑な複数視点から観察するときの同時性の実験へと促した。 1936年のパリにおいて、チャールズ・シラトは、マニフェスト・デュアメンシャニステを発表した。その内容は、以下の通りである。次元主義者の傾向が導いた物線を離れ面に、入る、文学面を離れて空間に入る会が閉じた不動の、形状から飛び出す彫刻これまで、完全に描画不可能であった四次元空間の、芸術的征服マニフェストは、 世界中の多くの有名な現代芸術家らによって署名された。すなわち、ジャン・アルプ、フランシス・ピカビア、ワシリー、カンディンスキー、ロベール・ドローネー、そしてマルセル・デュシャン、その他パリにおいて名を馳せた者らの署名の後すぐに、マニフェストは、モホリ・ナ・ジラース・ロー、ジョアン・ミロ、デビット・カカバーゼ、アレクサンダー・カルダー、 そして、ベン・ニコルソンを含む外国の芸術からによって、裏付けられた。1953年、シュルレアリスムの芸術家であるサルバドール・ダリは、彼の、核と超立方体の、爆発的な、キリストの卓形の光景を描く作品についての、意向を表明した。彼は、この絵は、私の夏の偉大な刑事上学的作品となるだろう、と述べた。イエス・キリストを超立方体の構造に載せる、 卓形は翌年に完成され、小八方体としても知られることとなった。小八方体を八つの立方体に展開することは、立方体の各辺を六つの正方形に広げることに類似している。メトロポリタン美術館は、この作品をよく描かれてきた主題の新しい解釈、肉体的障害に対するキリストの霊的勝利、と表現している。 ピエト・モンドリアンの抽象作品の多くと、心臓系主義の彼の周作は、視覚的に別の次元に伸びる垂直線を持つことから、無想的な宇宙に対する彼の見方を根底にあると言われる。四次元は多くの物語の主題とされてきた。ありがとうございます。